シャインマスカットピオーネ。皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、ポコツリストガライラガイでございます。さあ今回もツーリングの方やっていきたいかなと思います。前回と言いながら、まあ、日本撮りでやってますんで、前回の岡山空港の後からの続きですね。今回はここから足盛の方に向かって、またツーリング別の道ですね。前回足盛から岡山空港に向かってツーリングしてたんですけども、その道とはちょっと違うルートで今回は、足盛のまでのツーリングというのを楽しんでいきたいかなと思いますんで、よかったら最後まで見てやってください。本日は令和元年10月の13日となってございます。台風一過ですね。非常に晴天晴れとなってございます。まあ時期もね、まだ秋口ですね。でも朝と夜がすごく冷えて、日中は28度ぐらいかな。まあ、ちょうどツーリングするにはまあもってこいかなという時期っちゃ時期にはなってますね。もうちょっとすると本当に冬に突入するんで、バイク乗るのがしんどい時期にはなるんですけども、まあ、早め早めで、少しツーリングの方は楽しんで、動画の方は貯めておきたいかなというふうには思います。はい、というわけで今から足盛方面に向かいます。でよかったら最後までお付き合いください。準備の方に入ります。さあそれでは準備の方ができましたんで、今から足盛ですね、岡山空港近くから、足盛に向けてのツーリングを楽しんでいきたいかなと、思います。さあそれでは行きたいと思います。レッツゴー。この道は倉敷と、そうだですね、君津の方に向かっていく道になってますね。まあ山の中を通っていきそうな道ですね、どう見てもまあのんびりやっていきましょう。185ですね、国道180号に行くんで、今回は429号にアクセスしたいと思いますんで、ここを右折していきます。しますね、高橋ツーリングの時に山の中をひたすら延々とバイクで滑走しましたけど、そんな感じに似たようなイメージを今ちょっと受けてます。
まあ、道なき道だとは思い、道がないわけではないと思うんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっと怖いですね。前走ってる軽トラがちょっとペースメーカーになっていただいて行こうかなと。あれ大丈夫かな。うん、風景としては最高だな。あ、さっきの K が下に行ってる。あれあっちなのかな。まあまあちょっとまっすぐ行きましょう。このまま全ての道はローマに通ずるだなく、全ての道はどっかに繋がるだろう。うわ、すげえな。崖というか斜面に家がすごい立ってる。あー、76号、了解了解。ここかな、はい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 。難しい道だ。前回の岡山空港に行った時と吉備中央町ツーリングをした時以来なんで、結構1年ぶりぐらいなんですかね、この道通るのは。
国道429号です。なら足盛の武家屋敷まで行きましょうか。足盛の武家屋敷にしようかと思ったんですけど、足盛を抜けて木の城がしっかり見える自分の結構好きなポイント、そこに行きましょうか今日は。それで今日のツーリングは終了にしたいかなと思います。ここは40キロです。次は事故のもとですよ。なんか皆さんすげえ飛ばすな。なんかすごい皆さん飛ばしてすごく煽られる感じがするんで、もう止まります。私さあ、これでいきたいと思います。
さあ、いかがだったでしょうか、今回のツーリングですね。まあ、同時に2本撮りだったんで、岡山空港ですね。まあまあ、だいぶ前に行きました。キビチツーリングの白山神社から岡山空港を抜けて、岡山空港から足盛を抜けて、自分が鬼怒城を見るときにいつも見てて、あ、いいなと思う絶景ポイントのところまで来てからの収録という形ですね。ちなみに、こちらズームズームしていきます。ここにこの鉄塔がこんなのなかったと思うんですけど、しばらくちょっとポイントがおかしい、あれこんなんあったかなっていうところなんですけど、ここにあるこれが鬼怒城になってございます。はい、ズームするとこんな感じですね。ちょっとポイントが合わないんですけど、手ぶれがうまく効かないんですけども、はい、こんな感じになってございます。ちなみに足盛方面はこちらで、岡山方面はこちらとなってございます。そしてこちらをけば厳しい方面という形ですね。はい、というわけで今回の久しぶりの厳しいツーリングはこんなところで終了したいかなと思います。冒頭でも言いましたけども、早く180度ではないですね、360度カメラ、こちらの方を買いたいんですけど、いろんな種類があってどれを選ぼうかなと、安い買い物じゃないんで結構そこで迷ってる状態でありますね。あとはモンキーですね。ちょっとこちらの方も本当にお金を貯めて購入したいなというふうには思ってますんで、まあ、もしモンキーを買うことになったら、それはそれでまたモンキーの動画を上げていきたいかなというふうには思っております。はい、というわけで今回はこんなところで終了です。よかったら次の動画もまた見てやってください。それではバイバイ。Thank you.